こんにちは。やべ。あら、休憩中に。ありがとうみんな。あ、こっちの方がいいじゃん。今日めっちゃ天気いいよ。知ってる？知ってるとか言って。ヤギさん。ヤギさんハートありがとう。おはおは。おはようございます。全然おはようじゃないけど。あ、今日は夕方からお仕事だから見れるだって。ありがとうありがとうありがとう。こんにちは。今日はあれらしいよ。あれらしいよ。ちょっと待って。いいじゃん。めちゃめちゃいいよ。今日はヒルナンデスにナナさんが出演されるそうです。見なくては。そう、本当はさ、お昼の時間帯に配信しようと思ってたんだけど、いや、うるさ。本当はお昼の時間に配信しようと思ってたんですけど、ヒルナンデスが放送されるということで、ヒルナンデス見ようと思って早めの時間に初めて見ました。葵ちゃんハートありがとう。栗原さんもとってありがとう。あ、今体育の授業終わった。だっていいね、体育の授業とかめっちゃ懐かしい。あ、オレンジちゃんハートありがとう。あ、 YouTube ショート最高でした。やった、ありがとう。みんな見てくれて拡散よろしくね。ツイートのでも23時台のツイートは全然伸びないんだなっていうのを学んだわ。やっぱ遅すぎるんだろうね、時間が。23時だともっとゴールデンタイムにツイートした方がいいんだなっていうのを知りました。何その YouTube のあれだけじゃなくてね。ヒカルさんハート、ハートのだるまありがとう。あ、ということで、私は遅めの朝ごはんというか早めの昼ごはんというか、割としっかりめに食べてるところです。イエイイエイ。でもいいです。あ、今日はお休みです。だっていいね。そうそう、いいんですよ。午前中は別に食べて、いや別に午後も食べていいけど。イエイイエイ。うんふんふんふん、こんにちは。てかさ、この YouTube のショート動画でさ、ショート動画でさじゃないわ、 YouTube のショートでさ、ネモハモルーマの、まあ簡単な開封動画みたいなやつ撮ったんだけど、 CD ちゃんとあれなんだよ、なんかさ、ビニールのフィルムみたいなあるじゃん、あれさ、ちゃんとなんかさ、ピーってさできるようになってんだね。はじめさ知らなくてさ、1枚目の初回限定版か、初回限定版開けるときさ、
全然開けられなくて、すぐなんかちぎれるしさ、はぁと思ってはぁと思って開けるのめっちゃ時間かかったんよ。でも通常版の時になんか何お菓子のさ箱みたいな感じでさ、ちゃんときっかけがあるんだっていうのを見つけてピーってやったら簡単に開封できました。だからすごいドヤ顔しちゃった動画で見たかと思って、任せろと思って、そういうドヤ顔なんですよあれ。あ、開封おめでとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとう。こんにちは。そう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 。ビーってやつさ、見つけるの、時間かかったわ。時間かかったわっていうか、あるんだと思ってね。生写真は誰だったと、あ、ショート動画見てください。私の YouTube チャンネル。見てください。そこに誰が乗ってたか、ん？誰が出たか。映っとりますので、ぜひぜひ、ぜひぜひ私が昨日載せたショート動画、見てください。うんふんふん。あけおめ、あけおめ。うま、めちゃめちゃうまい。てか今日本当に天気が良くてびっくりしちゃいます。待って、私さ今日なんかやりたいこといっぱいあったんだよね。書こうと思ったんよ。ショート動画ってなんか新鮮、わかるなっていうか、そう、私昨日初めてショート動画を投稿したけど、でも最近さ YouTube とかめっちゃショート動画投稿されてるよね。いろんな人がショート動画上げててさ、縦動画の。でも新鮮でした。作っててというか、縦画面のやつ初めてだったし。リアルにおはようございましたって、おはよう、グッドモーニング、おはよう、みんなおはよう。おはようコメントがあるな。リアルおはようかな。ショート動画寝起きに見て笑っちゃっただって、ありがとうありがとうありがとう。ドヤ顔最高でした。だよね、あんな綺麗なドヤ顔あるんだと思ってびっくりしちゃった。ベベベベ、うん、あら、編集しとるよ。だって一緒に頑張ろう。編集ってマジ大変だよね。なんか長いのがいるな。めちゃめちゃ長いのがいる。ぽい。食べてるものは普通につまらないものです。つまらないものですってなんやねん。みんなはなんか。朝ごはんなんか食べた？朝ごはんなんか食べたか？お昼何食べるかもう決まってる？うまっ。
うまいな。あ、台風の影響が曇りだから洗濯物乾かないかも、だって。確かにそう、台風がさ、またいるみたいな。お、ビタインゼリーとカロリーメイトが昼ごはんに、なるほどね。いや、カロリーメイトってさ、結局どういう時に食べたらいいの？簡単にカロリーが取れるよっていう、あれ？だからさ、おやつにカロリーメイトとかはあんま多分良くないんだよね。あんま食べたことないけどさ。何が含まれてるんだろうね。ご飯に時間がない時だよね。あ、部活の大会の時によく食べてた。だってでもそうだよね、バド部の時とか。ウィダーとかめっちゃ凍らせて持ってってたな。みんなウィダー飲んでたみんなウィダー飲んでた。懐かしい。おお、自転車で遠出するときに持ってく、だって。なるほどね。でもなんか確かにおにぎりとかだとさ、リュックの中で潰れ、あ、すごい圧がかけられてさ、形とか変わっちゃいそうだけど、カロリーメイトとかだと箱だし、なんかスリムだし、場所もそんなになんか取らなくていいかもね。世の中にはいろんな食べ物があるんだな。うんふん。うん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 。きなこライフありがとう。うん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 。昨日のお昼に一本満足した。何回か食べたことある、それ。そうだね、確かに生物を炒むもんな。それはそうだね。懐かしいな。部活いいよな。あ、ということで、定型文を変えました。変えましたっていうか、なんか、なくなってたから、設定しました。どうとか言って。うん。こんにちは、フル。やっほー。うんふん。明けおめ。結構好き。でも割とわあ、でも割でもイエーイ、なんかちょっとあれだね。なんかさ、適当に決めたのよ、昨日の夜に。いいのが思い浮かばなくてさ、イエーイでいいかと思ってやったけど、なんか違うなってなってるなんかイエーイ、なんか違うなってなっとるわ、テンションが。
あ、いいですね。あ、でも来たよ、来たよはね、すごい、すんごい気に入ってる。なんかさ、もともとのなんかショールームさんのやつでなんかチラみたいなやつがあってさ、その顔文字が可愛いなと思って、ちょっと似た感じの似た感じのやつ探してみました。ね、あれ可愛いよね。あ、こんにちは。こんにちは。やっほー。これを食べたいのだが、これを食べたいのだが、いいね。ちょっと待って、いや、いいな、これで。あ、そろそろ仕事戻るね。だってありがとう、見に来てくれて、貴重な休憩時間に遊びに来てくれてありがとう。今さ、今配信見てくれてるみんなは休憩中とかなのかな、お休みの人もいると思う。みんなありがとう。すごいなんか優雅な時間が流れてるわ。天気が良くて天気が良くてご飯食べてとてもいいです。あ、お休みだよ、だっていいね。みんな休みの、いや、みんな休みの日って何しとるの。あ、大学の夏休みの最終日だって。そっか、大学の夏休みってそうか、8月9月とかだよね。なるほどね。今日は全休だって。お休みだよ、お休みだよ。今からワクチンだって、頑張って。今日は授業ゼロだって。学校が夕方からだから今は全然家でゴロゴロしてるだって。いいね。あ、パウゼさん尊い、ありがとう、ありがとう、ありがとう。早めのお昼休憩、いいね、いいね、いいね。あ、今日休みを取って温泉に向かってますだって。いいな、温泉。なんか温泉いいなってようやく思うようになったわ。ちっちゃい時とかさ、あんま、何、学生の時とかなんか温泉に対してさ、そんな惹かれなかったんだけどっていうか、なんか何、旅行のっていうか、なんかテレビでさ、なんか温泉のなんかとかやっててもさ、そんなになんか、そんなにって感じだったんだけど、温泉いいなと思ってきたわ。でも温泉いいなっていうか、あれか、旅館いいなかな。なんかすごい、そっちにすごい惹かれるようになりましたね。だから温泉もおまけでついてくるみたいなおまけではないけど、でも温泉もいいよね。なんかさ、ゆっくり、なんか普段とは違う雰囲気のところでさ、いいよな、温泉も。そうそうそう、景色を眺めながら入るのがいいよね。今季はサウナにはまる予定だって。あ、サウナーね、サウナーね。あ、分かる、大人だね。いえ、そうなんですよ。ちょっと分かるようになっちゃったんですよね、その温泉の魅力に。まあ、大して行ったことないんですけど大して全然行ったことないんだけど、普段慌ただしい生活を送ってる人ほど温泉とかゆっくりした空間に惹かれるイメージ。あー、でもそれなんか分かるね、めっちゃ分かるわ。そう、温泉に泊まった時の朝ごはんがいい。いや、そうなんですよ、それね。温泉に泊まった時の、え、絶対朝ごはんつけたいんだけど。なんかさ、選べたりするじゃん、プランでさ。なんか夜ご飯つけれたりとかさ、朝ご飯つけれたりとか、なんかどっちもとかさ、なんかいろいろあるけどさ、
朝ごはんは外せんよ、朝ごはんは外せんよねっていう感じで。あ、善次郎さんだるまありがとう。温泉も旅行もしばらく行けてない。いや本当に本当にね、うん、や今実習終わっただって。お疲れ様。今私はお昼ご飯を優雅に食べております。和食派、あ、わかりみ。でも旅館って大抵和食だよね。なんかホテルとかだとさ、バイキングとかだけど。いや和食でしょ、和食だよね。いやこうなんか小鉢とかにさ、いっぱいいろんなのが入ってるのが嬉しいんだよね。めちゃめちゃ本当に本当にそれ、なんか朝から最高の、朝から最高のスタートじゃん。そんな私の理想、私の理想は朝起きて、夜も温泉に行くけど、はい入るけど、朝も起きてとりあえず温泉行ってからの、ご飯食べてからの、ま、メイクしてチェックアウトみたいな、それが理想だよね。理想だよね。朝から温泉入るのって最高じゃないです。温泉って、でもサウナはさ整いましたって言うけどさ、温泉は整いましたって言うのかな。それはどうなの。整ったわーみたいな。わかんないけど、どうなんだろう。うん、うまっ。うん、危なっ。ドドン。あれ全然ダメだ。え、なんで。お仕事頑張ってきますって。いってらっしゃい。きょんちゃんも頑張って、 ありがとう。待って、今日暑くね。暑くね、なんか、え、暑くね。今さ上下とも短いの着てるけど暑くね。風がない今日。ちょっとは吹いてるか。めっちゃ暑いよ。さえじまさん、ハートありがとう。朝食バイキング取りすぎちゃう問題ね。朝食バイキングとか、最後の記憶あれだ、中学校の修学旅行なんだけど。懐かしいな、中学校の修学旅行。中学校の修学旅行もう一回やりたいね。先生と友達と誰か計画してくんないかな。誰か計画してくんねえかな。てかあれだ、大人になってあれだね、みんなでさ休み合わせてさ、その大人の修学旅行みたいな、いいやんそれ。誰かちょっと友達計画してよ。計画してよ、旅のしおりみたいなの作ってさ、それ絶対楽しいじゃん。うん、おはよう、おはよう。こっち寒い。だって本当に東京はね、もうとってもいいお天気ですって感じ。
お散歩日和ですみたいな、もみじ狩り行こうかなみたいな感じ。あ、こんにちは。旅の種類夏、そう夏いのね。めっちゃ懐かしい。そういうの計画立てる人いなくてやらないやつだって。誰かさ旅行好きな人いないのかな、友達に。いやもう、その時点でも人任せであれなんだけどさ、誰か計画してくんないかな。スカイツリー行ってクルーズ船のディナー食べてみたいな。でもあれ多分さ、あれですか、修学旅行だからちょっと割安みたいな感じ、なんか少人数で行くとまあ出すけどさ出すけど、浅草行ってみたいな、完璧。あ、メンバーが企画して修学旅行ツアーとか一本特番しましょう。え、それいいね、めちゃめちゃいいね。でもあれはなんかさ、同窓会のさ幹事とかさやってくれる子いるじゃん。そういう子ならやってくれるんじゃない。でも同窓会の幹事やってくれる子も好きでやってるわけじゃないか、頼まれてとか誰もやる人いないからやってんのか。あ、明けおめ。何、中学校の修学旅行で行ったところも行きつつ行かなかったところも行きつつみたいな、その大人になって今興味があるところみたいな。箱根温泉行こうや箱根温泉行こうや。あ、テロップ了解だったよ、ありがとう。そう、今もぐもぐしております。そしてヒルナンデスに奈々さんが出演されるみたいなので見ましょうみんなで。大島さん、ステッキとコンパクトだ、コンパクト、リボンありがとう。修学旅行で行くような場所って大人になると良さが分かるよね。え、分かるわ。今だって今平等院鳳凰堂とか行ったら涙出るよマジ。しげさん、リボンありがとう。あれだ、その小学校の修学旅行のだから関西のあれと関東のあれと両方誰か企画してよ。両方企画してほしいな。私は清水寺に行きたいよ。清水寺行けなかったから。なんで清水寺のプランなかったんだろうな。平等院鳳凰堂とあとどこ行った、大阪城は行った、あとどっか行ったんだけど、近場だったら鎌倉もいいよ。確かに山の空気吸うだけで涙出る。いや、わかるな。日光いいね、栃木いいね。あれ、なんかオカリナか誰かさ栃木行きたい、あれ那須高原に行きたい、なんか言うてたな。面白かったな。なんかさ平等院報とかそう寺院系さ、そんなに本物見るのも面白いけどさ、なんか横になんか資料館みたいな絶対あるじゃん。それを見てなんかその何、昔のなんていうの、宝物って言ったらいいのか分かんないけどさ、そういうの見たりとかさ、なんかこんな感じなんだみたいな見るのがとても好きです。あ、修学旅行うちの代だけ東北だった、だってマジ。え、でも高校の修学旅行私らの1個下の代だけ北海道だったわ。他は毎年ずっと沖縄だったんだけど、うちらの下の子たちだけなんでか北海道だった。なんでだっけ、忘れちゃった。
あ、鎌倉からの江ノ島水族館、うわうわ、え、それいいね、え、なんかいいねそれ、すごい大人の修学旅行感半端ないよ、最高じゃん。だってさ、中学校の時の修学旅行とかさ、絶対行かんもんね、鎌倉と江ノ島とかさ、ディズニーランドみたいな、スカイツリーみたいな感じじゃん。うわ、成長したな、成長したな。行きたいな、友達とみんなで予定合わせてさ。でもみんな社会人になったら大変だよね。誰かさ、なんか旅行の旅行会社とか勤める子いないのかな。めっちゃ力貸してもらう気満々なんだけど、誰かしらいるでしょ、高校の同級生。谷原さん、リボンとコンパクトとステッキありがとう。やだね、大人の修学旅行秀逸、マジ。あ、シーナちゃんハートありがとう。でも修学じゃないからな、大人のなんとか。でもただの修学外したらただの大人の旅行になってしまう。でもいや、大人の修学旅行っていうあれだからいいんよね、修学ではないけど、なんなら学びの途中ですけどね。ジーナちゃんハート、ハートいっぱいありがとう。水お箸水お箸。佐島さんもリボンありがとう。あ、就職結婚とどんどん旅行できるメンバー減ってくるからお早めに、だって。でも同期のみんなと行ってもいいよね。え、ドラさんのメンバーとさ行くのもありだよね。その学生の頃はさ、まだ出会ってなかったからさ、この子たちと。でもそうなったらただの旅行になっちゃうか。小学校の同級生とかさ、中学校の同級生たちと行くから大人の修学旅行感が出るのであって、AKB の同期といってもそれはただの旅行。くぅ。くぅ。なんでこんな私ノリノリで考えとるの。すっごい楽しいんだけど。どうしよう。旅行中は禁酒？いや、飲むよ。いや、飲むよとか言って。飲むよ。全然飲みますよ。そんな、昼間から飲むでしょ。昼間から。もう、なんならもうビール片手にみたいな感じだよね。任してよ。え、マジ前髪マジキモいな。だって大人の旅行は飲んでなんぼですからね。飲んでなんぼですからね。昼飲みいいよなとかで、そんななんか飲んだことないけどさ。いや絶対楽しいよ、大人の修学旅行。ちょっとメモっとこうぜとか言って。でも私はねシンプルにね、同窓会も開いてほしいよ。めちゃめちゃ同窓会、成人式の時の同窓会に行けなかったからさ、シンプルに普通に同窓会も開いてほしいんだけど、誰か頼むよ。あ、許可たもおはようだって。おはよう。あなたは日本のどこにいますか？I'm in Tokyo。 日本の中心、東京にいます。
マジか、私日本の中心にいんのか、やべえな。でも地理的に言ったら福井の方が中心だけど。昼飲みは夜飲みの数倍効くっておもろおもろいね。うん、なるほどね。な、母国はどこだろう。ハロー、ハロー。やっぱさ、やっぱさっていうかさ、二十歳の時がさ、一番同窓会ってさ人集まるじゃん。それ以降だと何歳が一番集まりやすいの？22歳ってどうなんだろう。でも基本さ、就職してさ社会人1年目とかじゃん。いつならいいの？30歳とか。そう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 、成人式はさみんな帰省するからね。行きたかったな、成人式。成人式というか同窓会の方が行きたかった。うん、本当に30の時に、30の年に中学の同級生から誘いが来たことはあるだって。いいね。27まで毎年やってましたよ。だって、それいいね。いいな。私も福井帰ったらさ、福井帰ったら毎年開催しようよ。そうしよう、決めた。決めた。お店取ってさ、この日来れる人いるみたいな。確かに幹事のやる気次第なのかもしれない。そう、幹事のやる気次第。あ、仕事と家庭が落ち着きそうな40過ぎぐらいか。でも確かにそれまでみんなごめん仕事でみたいなさ、忙しいもんね。まさとくん、ステッキありがとう。あ、本当に誰かがちゃんと企画すれば何歳でもそれなりに集まる。マジか、ちょっと頼む、誰か。頼む。いや、ちょっと頑張って。誰だ、でも福井にいる子、もう誰がどこの大学行ったとか分かんないんだよね、正直。覚えられません。いや、でもちょっと待って、大人の修学旅行構想はとてもいいですね。構想って合ってます？構想、あ、合ってるわ。大人の修学旅行構想いいな。でも東北も行きたいし。東北、わかるな。地元の友達情報は自分より親の方が、いや、でもそりゃそうよな。母親ネットワークすげえから。母親ネットワーク、普通のネットワークより早いからね。何なんだろうね、母親たちって。母親たちというか、誰々はどこどこに合格したらしいよみたいな。そんなに気になるかね、他の家の子のことが。やら、こんにちは。こんにちは、ヤッホー。ま、地元では行方不明扱いだからな。だって、そうなの？大丈夫？
行方不明扱いなの？そんなことある？意外と外国人と結婚して海外に住んでる人がいるんだって。でも出てくるだろうね、出てくるだろうねっていうか、海外行きそう。誰かとか言って学生時代の友人一人もいないだって。そうなの？あれか、もうだ、社会人に出てからの友達みたいな。でもなんか気が合うさ、友達と仲良かったらそれでいいよな別に。親の集まりとか考えると結婚する気なくなるよね、だって親の、あれね、なんか、なんだっけ、保護者会的なやつ、保護者会とか、なんだっけ、婦人会とかでしょ村のなんとかみたいな。都会はでもそういうのないよね多分。田舎に行くとあるよね、地域でさ。地区ごとのなんかお祭りみたいな計画したりとか、なんか行事みたいな。大変だよね。あら、ヤッホーだって。ヤッホー。なるほどね、社会人になってからの方が精神年齢も上がってるからだって。確かに。昼休憩ですが、先輩がいるので無音で眺めてます。だって、ヤッホー、あなたに向けて手を振ってるよ。あ、友人の結婚式の時に同窓会的になることもあったのだって。あ、それじゃん、誰か結婚してよ人任せすぎる人生。ゆうちゃんハートありがとう。さえじまさんもライフと音符ありがとう。そうじゃん、誰か結婚してよ。高校のさ、同級生同士とかだったらさ、みんな知ってるじゃん。それだよ。めっちゃいいね、結婚めっちゃいいね。誰が最初に結婚するか楽しみすぎる。だって誰だろう、私同級生の結婚まだ聞かないんだよね。誰かしたんかな、わかんない。なんか1個上の先輩とかさ、2個上の先輩とかはなんか聞いたけどさ、同い年知らんのよね。私の知らないところでもう何人か結婚している。もう何人か結婚しているの。みんなおめでとう、結婚式呼んでよ。いやでも直に私にもさ、結婚式のさ、あれよ、招待状が届きますから任せてよ本当に。でもどうやって言ったらいいんだろう、なんか持ち物がわからない。え、待ってすごいいいこと聞いた。友達の結婚式で受付した時に連絡網を作ったら、
同窓会増えただって。なるほど。なるほど。そういうことか。え、ってかさ、あの、なに、LINE の、LINE のグループさ、LINE のグループさ、なんかクラスごとじゃん。高校も中学もさ、クラスごとじゃん。もう学年のグループ欲しいな。こう、何百人も入ってる。それやったらさ、こう何日どこどこのお店来てね、みたいなさ、割と簡単に集まるんじゃないって。どう？学年のグループ欲しいね。別にだってさ、なんか学生の時喋ってなくてもさ、大人になってから話すとかあるやん、普通に。だからよくない？誰か作ってよ、ちょっと。なんかみんな元気かな、みんなどんな大人に、なんか二十歳が大人って感じ。二十歳がさ、大人だけどさ、就職が本当に大人って感じじゃない。みんなどんな大人になるんだろうね、気になる。同窓会一度も呼ばれてないんだけど、忘れられたんかな。だって、え、それ悲しいね。もうでもそうなったらもう自分から誘うしかないよな。どうだろう。うん。こんちは。ちわちわ。劇場帰りにアメ横で飲む会作りましょう。だって、え、アメ横さ、アメ横ってなんかめっちゃ海鮮丼安くない？めっちゃ海鮮丼安く売ってるイメージあるんだけど。やば、なんかむせる。うん、ヒルナンデスは奈々さんが出ますよ。みんなで見ましょう。アメ横に安いうな丼もあるんだって。海鮮うな丼もあるの？マジか。そうそうそう、さっきツイッター見て知ったんだけども、アナさんがヒルナンデスに行ってるみたいで、いいね。やろやろ。楽しいな。旅行っていいよね。そんなしたことないけど。こんなしたことないけどさ、旅行いいな。なんか旅行趣味の人とかいるじゃん。いいねっていうか、あれか、タタテがさ、インドアだったんですよ。インドアだったから余計にこう、そういうの
そういうのにちょっと心が惹かれるのかもしれないね。あ、福井に行きたいだって、ぜひぜひ。福井はいいよ。福井はいいよ、めちゃめちゃ。いや、前役があると確かに、ついでに観光もできるからよかったんやけどな。確かにそうだね。北海道とかね。ウニ食べて帰るか、みたいな。沖縄旅行行きたい、はい、分かる。うん、海外と国内だったら、でも海外も行きたいけど、でも海外行くなら旅行より留学の方がいいな。旅行も行きたいけどね。でも普通にするんだったら国内の方がいいな、私は。あ、 AKB のファンになる前は関東からあれだ、出たことなかったけど、ファンになってからは北海道から沖縄まで行ってたって、すごい。そう、中日の山井投手引退、藤井さんも引退するんよね確か。悲しい。だってもうちょっとで、あれ昼なんですが、昼なんですが55分とかからでね、確か見なければ。今日は何だろう、今日のさ、ヒルナンデスの企画、誰か教えて。教えてとか言って、ナナさんが出ることしか情報を知らない。でもヒルナンデスっていつ見ても面白いね。あ、こんにちは。どんなだろう、食べるの遅くね。食べるの遅くね。まあ喋りながらっていうのもあるけどね。でもやっぱりご飯はさ、あれだよね、ゆっくり食べるのがいいから、ショールームしながらのご飯も悪くないのかもしれない、健康に。みんなもショールームしながらご飯食べてみては。秘境サイクリングだって、マジ？え、いいじゃん。え、いとこがサイクリング好きなんよ。サイクリングがいいね。なんか電車とかもいいけど、こう自分の足でっていうのがいいよね。健康にもいいし。ヒルナンデスも結構なんか旅行系っていうかさ、なんかいろんなお店とか場所とかさ、紹介してくれるからさ、面白いよね、それも。いいっすわ。あ、ちょ、まあ、とりあえず、だから大人の修学旅行早くメモんなさいよ、あんた。あんた、大人の修学旅行、メモんなさいって。カービィカフェの営業時間が21時まで伸びました。伸びました。あ、こんにちは、大人の。でもさ、 Google とか Yahoo でさ、大人の修学旅行って検索したらさ、何かしらヒットしそうだね。なんか同じこと考えてる人いそうだな。友近さんと水森かおりさん、奥多摩で秘境サイクリング。奥多摩ね。
奥多摩ねとか言って場所わかんないけど、都内だよね、奥多摩。友近さんっていいよな、安心感半端なくない VTR とかもうベテランの方々、安心感半端ないよな。大人のジャムパンがあるのマジ。やっぱあと2分で始まる。イエイイエイイエイ、楽しみ楽しみ楽しみ。急にしゃっくり。じゃあ最後に一口食べて、最後の一口じゃないね、最後に一口食べて、これを飲み込んだらランキングを読むね。冴島さん、ステッキとコンパクトとリボンありがとう。ランキング読みましょう。ビビビ。次さん、筒谷さん、ありがとう。12位、太田ちゃん、ありがとう。11位、エースさん、ありがとう。10位が、アイヤさん、ありがとう。やばい、むせる。9位が、ピースさん、ありがとう。8位が、まこっちゃん、ありがとう。7位が、天野さん、ありがとう。6位が、おじおじ、ありがとう。5位が、しんなちゃん、ありがとう。4位が、冴島さん、ありがとう。3位が、まさとくん、ありがとう。2位が、サニーハイランドさん、ありがとう。そして、1位が、三国屋善次郎さんです。ありがとう。ありがとう、ありがとう。配信頑張ってるんだって。最近ハマってるんです、ショールーム。最近めっちゃハマってるの。ショールームドハマり、ここに来て。3年やっといて、ここに来てドハマり。じゃあ、もう昼なんですが、始まったということなんで、2862の皆さん、ありがとうございました。よかったらフォローしてね。他の SNS も、ぜひということで、じゃあまた、次の配信でお会いしましょう。またねー。みんなありがとう。